原型。建物の大半は地中にある。地中美術館は瀬戸内海に浮かぶ離島、直島にある香川県の登録博物館。運営は公益財団法人、福武財団。わずか3人の作家の作品を高級展示し、個々の作品ごとに作品を体感する建築空間を構成している。作品と建築。 展示空間が一体となって切り離せないところに特徴がある。オンラインチケットによる予約制。岡山市日本教育,教育関係企業、ベネッセホールディングスの福竹総一郎名誉顧問が理事長を務める財団法人、直島福竹美術館財団が2004年7月18日に開設。直島南部の山の上にある棚田城の立体式塩タートの地下に建設された。 四角など幾何学系の開口部が地上にある以外は施設全体が地下に埋められている。設計は安藤忠夫建築研究所。福武総一郎がクロードモネの水蓮を購入したことがきっかけで展示プランや他の作家の選定、山の稜線に埋まった建築の構想などが具体化していった。クロードモネ、ウォルター・デ・マリア、 ジェームズ・タレルの三人だけの作品を展示している。ウォルター・デ・マリア、ジェームズ・タレルの二人の美術家とクロード・モネを担当する、キュレーター・秋元武志氏が建築を担当した安藤忠夫と意見をぶつけ合いながら、この美術館以外では見られない、成立しない、場所限定的な作品を構想し、制作、設置した。 安藤忠夫の建築により、地下にありながら自然光を取り入れられ、1日のうちでも時間によって作品の見え方が変化するのも魅力の一つであり、あたかも建物全体が巨大な芸術作品であるような印象を与える。水蓮の池1915から1926年、クロードモネは浮世絵に影響を受け、日本庭園を作るほどの新日家であった。 地中美術館では、モネがジベルニーの自宅に造園したスイレンの池を中心とした水の庭、様々な色彩の花を植えた花の庭を参考に、チケットセンターから館へと向かう道路の左脇約400平方メートルにモネの庭園を再現。斜面に沿って4段の池を設置し、館内に展示のスイレンシリーズのモデルになった8品種のスイレンを栽培。 周辺に、モネが栽培したとされる草花や樹木を植えて敷き、折々の表情が見られる。ありがとうございます。